こんにちは。今日は前回に引き続き兵馬俑の制作についてお話します。兵馬俑は国宝で売買はできないが、展示のたびに評価し海外の博物館へ送る。一つ兵馬俑の見積もりは少なくとも数百万 US ドルです。その中で最も価値のある緑色の汽車俑は、台湾に到着した時点で1億1000万人民元の保険がかけられていたそうです。では、この国宝はどのように作られたのでしょうか。兵馬俑は、鋳型、型取り、手びねり、練り込み、貼り付け、彫り、塗りという7つの工程を経て作られた複雑なものである。その戦士の美しい色彩、まろやか体型、鮮やかでリアルな表現は職人の巧みな技によるものです。また、兵馬俑は全部顔が違うんですよ。真の職人たちは兵馬俑に描かれた、まるで存在していた本物のような生き生きとした多彩な顔をどのようにして作り出したのだろうか。兵馬俑のフィギュアを何千体も作るのに、鋳型を使わずに作るというのはほとんど考えられないのですが、鋳型を使うとどうしても千人同じ顔になってしまうんですね。兵馬俑のフィギュアの個性を反映させながら、いかに効率化を図るか。真の職人の手法はシンプルで、兵馬俑の頭部、胴体、手を別々の型から成形する、最終的に組み合わせ。鼻と耳も別々に組み立てて、一人一人の顔が違うようにしました。効率化と仕様の統一を図るため、職人は十数種類の鋳型を使い、それぞれの鋳型は、顔それぞれ違う種類を表しています。径からフィギュアの頭部を作った後、表面に彩泥を塗り、五感を細かく彫り込んでいく。その顔型を分類、五感を彫ることで何千通りもの顔を作ることができるのです。俑の頭部、胴体、腕は中空で、足、もも、手は固形であることから。まず足とももを作り、胴体の型取りして、最後にパーツを接合するというボトムアップの方法で作られたことが伺える。乾燥させた後、釜で焼成し、絵付けを行いました。頭羽の製造は、東洋よりも複雑で、出来栄えもっと高水準である。足、胴体、頭、首を別々に作るだけでなく、接合した後、最初の粘土に彩泥を塗り、剣、区間、馬の毛や装飾品などの彫刻的なディテールを施していく。その後、さらに彩泥で全体をコーティングし、滑らかに磨き上げる。今まで、三江は約8000体の兵馬俑、チャリオットは数百体があり、上記の工程を経て、表情や体型が丁寧に作られ、想像を絶する複雑さであることがわかる。真の習慣によると、管理者による品質管理を容易にするため、製品に製造者の名前を刻む習慣があった。これまで、考古学者たちは、兵馬俑に80以上の名前を発見しているが、そのほとんどは、比較的わかりにくい場所にある。80人の名前は、80人の職人しかいなかったという意味ではありません。専門家は、一つ、兵馬俑は少なくとも10人のチームで2ヶ月以上かけて作られ、チームリーダーの名前が彫られたに違いないと考えています。このチームリーダーは普通の職人ではなく、当時の芸術家とも言うべき高度な彫刻家であったはずです。兵馬俑の顔だけでなく、頭の後ろの髪の毛まで細かく再現されていて素晴らしいです。これは、真の一般兵士が使う最も一般的なお団子部屋で、結び目の仕様が様々です。次は、赤いヘアバンドで固定する。
古代人にとって帽子は重要なステータスシンボルであり、この朝冠は中級以下の武官の標準的なものであった。帽子は重要なステータスシンボルとしても、すべての帽子がステータスを表すわけではありません。例えば、このキャップは普通の兵士の日常品です。これは、騎兵用の小型で手軽な帽子で、落ちないように顎の下で結びます。頭の他に、個別に成形して本体に接合するパーツもある、それが手です。手は顔ほど豊富ではなく、1000種類以上とまではいかないが、細部の演出も素晴らしいです。上は、真の兵士が最もよく履いた麻靴で、リアルにモデル化されているため、紐をサイドのボタンループに通す様子まで見えます。ソールに施されたエングレービングも印象的です。これは、騎兵用の革靴で、プラスチック製の靴に似ているが、紐がついており、ブーツの上部にある革を縫い合わせて盛り上がった線があり、信人はそれを色紐で飾っていた。足元の靴に加えて、ふくらはぎも脚半で上下に縛っています。堂々とした陣形を作るためには、兵馬俑の一つずつがほぼ同じ仕様でなければならない。しかし、リアルな効果を得るためには、千人千顔の個性特典が不可欠なのである。真の職人は、用の精神性を非常に重視し、外見でそれを形作ることさえしていたのです。下の二つの兵馬俑の人物は、一人は中級士官、もう一人は大将軍である。側面を見るだけで、どれが大将軍なのかがわかるようになるのです。これは荷車を引く馬である。これは細かく掘られた鞍を持つ騎兵隊の馬です。馬鞍の前輪が明確に傾斜していないため、兵士の体が騎乗中にどうしても前後に揺れ、馬上で武器を振り回すことが難しく、当時の騎兵隊の行動様式が戦場に到着してから下馬して戦うものであったことを示唆している。馬の頭につける馬具は義翼石でできている。職人たちが兵馬俑の五感を形作るとき、生き生きとした表情や筋肉の緊張感だけでなく、五感の相互作用やバランスを表現したものが多くあります。では、兵馬俑の制作者は誰だろう？秦の始皇帝陵の建設には、全国から囚人、罪人、職人を中心に72万人以上が集められたと言われ、野外での長時間の重労働のため、多くの人が仕事中で命を落としたと言われている。秦の始皇帝陵の周辺3カ所からは、墓の始皇者のお墓が出土しています。聖官の主官、千葉千の記録には、墓の修復職人については、秦の始皇帝の埋葬の際、職人たちが、陵中の秘密を知っていたため、埋葬の儀式の後、墓室に通じる、道の扉や一番外側の出入り口も閉められた。職人たちがそのままに中に封じ込められたという2カ所の記述が残っている。いつか専門家が始皇帝の陵墓を観察することで、その答えが明らかになるのかもしれない。史記の別の一節に、秦の皇帝の墓は、その死後も未完成です。後継者の胡亥が1年間建設を続け、陳子王と呉公の反乱によって、始皇帝の墓から数キロ離れた義水で戦いになったことが記されている。胡亥は使用官に命じて、墳墓修理の職人を軍隊編成し、反乱軍を攻撃するために戻ってきた。墳墓の工事は急遽終了し、兵馬俑を作った職人たちは、おそらく兵隊と一緒に出かけたのだろう。兵馬俑の中にヘルメットをかぶった人がいないことに気づきましたか？真筆でできた小さな丸い帽子をかぶっている兵士もいた。長い髪を頭の上で束ねている兵士も多くて、その勢いは間違いなく敵を圧倒する勇気と自信の表れだった。真の兵士が命を懸けて敵を殺す最大の動機は、
武勲と褒章を得ることであった。だから、そんな古老軍隊に遭遇するたびに、どんな軍隊も生き残ることはできない。兵馬俑のミステリーはひとまず、今日までご紹介いたします。何か、新しい展開があれば、また、お知らせいたします。最後まで、ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の、動画で会いましょう。